私が俳優になろうと思ったきっかけは、小学生の時に、祖父母のお家に遊びに行っている時に、特にやることもなくてとても暇で、ああ暇だって思っていた時に、つけたテレビでやっていた演劇を見たのがきっかけでした。ストーリーは途中からだったんですが、あっという間にその世界に引き込まれて、あ、私もこの世界に入りたいってすごく強く思ったのがきっかけで、今この世界でお芝居の世界に来ています。記憶に残っているのが、中学1年生の時に、文化祭で演じた、宮沢賢治さんの原作の銀河鉄道の夜というもので、そこでジョバンニの役をやらせていただいたのはすごく印象に残っています。あと幼稚園の時に、ピーターパンのウェンディを演じたこともありました。銃剣戦隊激レンジャーのオーディションは第一審査があって、第二審査もあって、それをこうくぐり抜けて選ばれてきた、男性10名女性10名の計20名ぐらいの男女が最後集まって、ヒーロー側を3人と敵役の2人をもう同時に、みんなで順番にキャストを変えながらやったのが、銃剣戦隊激レンジャーのオーディションでしたね。印象に残っているエピソードは、銃剣戦隊激レンジャーは憲法を主にこう戦う手段としている戦隊なので、銃撃戦などはなく結構肉弾戦で戦う戦隊だったので、結構キャスト自身も実際生身で戦うことが多くて、私メレが、使う拳法がカメレオン拳法というものだったんですが、それは空手だったりとか少林寺拳法とはまたちょっと違って、太極拳のようなこう柔らかさのある拳法だったんですが、その練習をするために現場でずっと練習をしていた時に、アクション俳優の皆さんが教えてくれたりして、ずっとそのお稽古をしていたことはすごく印象に残っています。誰が楽しいっていうよりか、みんなでお芝居できてるのが本当に楽しかったんですが、それを大前提とした上で、刺激がすごいこう多かったなって思うのは、私は敵役だったので、臨終殿のメンバーである荒木博文くんと川野直樹くんとのお芝居はすごくこういつも切磋琢磨して一緒にいる現場も多かったので、何をしててもどの芝居でも楽しかったです。何せ結構お芝居が大好きなメンバーだったので、もう演じ終わったシーンのお芝居の話だったり、これから収録する芝居のお話だったりとかも結構現場でずっと話していて、なんていうんですかね、一筋縄ではいかないお芝居とかもあったので、そういうことをどんな風な芝居で来るのかっていうのとかはすごいいつも刺激的で勉強になる時間でした。一番が絞れなくて、二つ思い出したというか印象に残っている回がありまして、まず一つ目が第21話のビキビキビキ過激に過激というタイトルの回なんですが、こちらがリオ様が初めて激レンジャーたちに負けて膝をつく回なんですね。で、
もう台本を読んでそうなることも知っていたんですが、実際撮影現場で目の前でリオ様が膝をついているシーンを見ると声が出なくなるぐらい震えてしまって、初めて自分で頭の中で描いていたお芝居というよりかは、その現場で本当にメレットをしてその世界を見ている自分がいて、でお芝居の中で必死でメレがリオ様を止めて、リオ様はなおもこう負けても体がボロボロでも劇レンジャーに食ってかかろうとするんですが、それを全身で止めるっていうシーンなんですけど、お互いに荒木くんもまだまだやれるって戦うし、戦いに行こうとするし、メレである私も必死で止めるから、砂砂利のすごいシーンだったんですけど、随分引きずられて、で監督がもうカットっていうより前にもうストップストップストップって止めに来るような、そんなエピソードがあったのが21話の回と、あともう随分後半に差し掛かっているんですが、46話ギャワギャワの記憶という回なんですが、これは一番主役の根源だったロンが本性を表して、もう全部私です、あなたのそれもあなたのそれも全部私がやりましたっていうのをこうお話しする回なんですが、これが本番が入った瞬間に風がすごいふわーっと吹いて、木がざわざわざわって揺れて、葉っぱがぶわーって舞い出したんです。これはこう現場で見ていて胸が震えましたので、ぜひそれを今一度見ていただけたら嬉しいなと思います。神がかっている回だなと思います。難しかったこと、まあなかなかやはり慣れない、憲法を使うことだったり、いくつもいくつも普段言い慣れない言葉だったりあるんですが、難しかったことは、寒さ結構肌が出ているお洋服お衣装だったので、寒さに打ち勝つことはなかなか難しかったですね結構雪が降ってたりとかする中でもあの衣装だったので、かなり頑張ったと思います。はい、スペーススクワットとキューレンジャーの夢のタッグのお話に、過去の戦隊に出ていた悪役が、4人ほど出てくるんですが、そのうちの一人としてメレも参加させていただきました。メレの衣装を着るというのが本当13年ぶりぐらいだったのかな、もう10年以上経っていて、でお衣装がもう奇跡的に全てフルセット残っていたので、それを使わせていただいたんですが、やっぱり経年変化というのがすごくて、メレの衣装のブーツが、ロングブーツがあるんですが、まずこれのかかとがぐにょぐにょになっていて、結構見た目的にはなんともないんですが、履くとぐにょぐにょしていたのはびっくりしました。でもそれらが全部フル装備で残っていたっていうのはすごいことだなと思いますし、改めてその時に劇レンジャーを見直して見たんですが、結構自分の過去の作品を見るのって恥ずかしかったり怖かったり、自分の未熟さに打ちひしがれることも多いんですが、思いのほか楽しくて、こう10年以上経った今の自分が過去の自分になかなかやるじゃんって言ってあげたくなるようなものでしたね。はい、本編でもの方でも話したんですが、このキューレンジャー対スペーススクワット対キューレンジャーを撮っていた時期が
もう年末の12月末だったのでとても寒い時期 でその日撮影に行った時は結構ポカポカと暖かい陽気だったんですが、徐々に天気が悪くなって大雪が降った日だったんですね。なのですごい寒くて、ガラス越しに雪が映っていたり口から白い息が出たりとかするぐらい寒い日になってしまって、その時にはハミ役の大久保さんと抱き合って暖を取りながら、過ごしたっていうのが、やっぱりこう寒さと戦うというのがすごい難しかったのを覚えています。あとずいぶん久しぶりのアクションだったので体が動かなかったので、ちょっとへっぽこな目でにならないよう必死で練習しました。舞台幽々白書でボタンの役として出させていただいているんですが、こう日本では 2.5 次元舞台っていう言われ方をするんですね。その2次元の漫画アニメを3次元の舞台で演じ、その間として 2.5 次元のお芝居と言われているので、どちらかというとこう私の解釈のボタンを作っていくというよりかは、いかに原作に寄せて原作のボタン、アニメのボタンをどう具現化するか、みんなの頭の中のボタンちゃんをどう生きた人間としてやるかというところを私は結構大事にしているので、一生懸命私の中に落として原作のボタンちゃん、アニメのボタンちゃんを私なりに咀嚼して解釈してお芝居をするっていうのは、そのドラマであったり原作がなくオリジナルの作品だと自分なりのお芝居なんですが、そういう原作があるものはすごく一生懸命寄せるのと、こう比較的みんなが思うボタンちゃんとそんなに隔たりがないようにっていうのはとても意識しますが、どうしてもまあたくさんの人の中で育っているボタンちゃんがあるので、それは違うって思う人もいると思うんですが、はい、私なりの答えを出させていただいて舞台に立つようにしています。はい、もう本当に久しぶりに荒木くんとの、共演になったんですが、まあとても安心感はありましたと。またこれが上司と部下という役だったので、リオ・メレとはまた全然違う上司と部下像としてお芝居ができて、いやー刺激的ですし、なんといってもお互いに成長した状態で会っていないとプライドは許さないよねみたいな、なんていうんですかね、プレッシャーもあったのでとてもいい時間でした。でまずその初演の舞台幽遊白書があって、今次の作品の2作目の幽遊白書も決まっているの でこちらでは荒木くんは演出家の方にも名前を連ねているので、さらにさらにより磨きをかけて、期待に応えていかなくてはなと思って、はい、気を引き締めています。銃剣戦隊激レンジャーでメレの役を演じました平田由香です。今回この動画を見てくださってありがとうございます。銃剣戦隊激レンジャー愛していただけましたでしょうか。なかなか他の戦隊とは色が違って特色も違って個性的な作品だと思います。私もとても大好きな作品ですし、この作品を見てくださった皆さんに10年以上経った今もこうして興味を持ってもらって大事にされている、そんな作品に出られたことをすごい幸せに思っています。
ぜひぜひ皆さんの感想も聞きたいので、インターネットの SNS だったりとかお手紙だったりとかで感想を聞かせていただけると嬉しいです。悪役と言われるヴィランの役ではあるんですが、愛の戦士ではあるので、皆さんの心の中の正義のあり方だったりを今一度考えていただけるいい作品ではないかなと思うので、いくつになっても楽しめると思います。またその都度都度感想を聞かせていただけると嬉しいので、皆さんからのメッセージお待ちしております。